はい、そしたらですね、有仏駅じゃないや、上内駅出ましたんで、次有仏駅の方ですね、向かっていきます。どうやって行けばいいかなっていうところですね。なんかね、ナビの言う通りに進むと結構なんかね、変築な道を進まなきゃいけないみたいなんですよ。この辺ね、市街化調整区域だそうです。だから迂闊に開発できない。これね、左一応ね、ナビ上では道があることになってるんですが、これはね、ひどいですよ、これは。ここまでひどい道だとは思わなかったの。これはね、ちょっと想定外ですね。一応これで、ね、直進できることになったはずなんですが、どうなってるんだ、どうすればいい、もう戻れるんだ。左折しかないな。あ、左折できない。右折しかないけど、いつもできない。これは罠だ。やばい、下手にバックしてもね、あの、ぶつかりそうだしね、龍馬が戻って、こっちが頭痛い。無理ですよね。いけるんですか、どっちも。でもその先に道がないです。ナビ上で道がないものをどう頑張っても無理だと思思ったね。上野駅はね、非常駅の中にも両中ではもう入りましたね、これで、ね。